こんにちは、速稼塾の久保です。今日もライブ放送をお届けします。だいぶですね、広島この火山も暖かくなってきて、今ストーブつけてなくて、で半袖のポロシャツでね、こういったさんさんと降り注ぐ太陽の下で放送させていただけるようになりました。春かなと思いますね。3月になりますね。はい、2月の27、28日は大阪でお会いしましょう。で、今日のテーマなんですけども、転売とか背取りに関して、一つの重要なテーマがあるんですよね。それは、転売をしたり背取りをする人が、まあちょっとね、嫌われているというところなんですよね。で、全員ではないですよ。嫌われてる人もいるってことです。例えば、最近でもイオンのところにですね、転売目的の仕入れお断りとか、ブックオフがそういうふうな張り紙をしたりとか、なんですかね、こう、ビームセドリっていうのが昔あったんですよ。カチカチカチャっと、QR コードじゃないや、ジャンコードをスキャンして、価格を調べて、儲かりそうだったら買うみたいなことを、お店の方とかお客様が見てて、気持ち悪いなっていうふうに感じることがずっと昔からあると。でもまあ気にせずにやるんだみたいなね、それがマインドだみたいにやってる方は結局店から排除されてしまうってことなんですよね。で、一部の方は真面目に背取りをやってるのに、仕入れをやってるのに、そうやって無礼な人のおかげで自分まで一緒に見られて困るっていう考え方もありますけども、まあはっきり客観的に見たら一緒なんですよね。で、みんな一緒。そういうことははっきりでしないでほしいと。するんだったら分からないようにやってほしいってことなんですよ。明らかにおかしい仕入れとかね、自分で必要ないのにそれをもう根こそぎ言ってしまうっていうのは、食物連鎖を壊すことになるんですよね。例えばライオンっていうのは、大草原で生きてるライオンっていうのは、年間で200頭のシマウマがいなければ死に絶えてしまうんですよ。だから200頭以上は取らないようにしてるんですよね。まあ、食べ過ぎないように生かすんですよ。こっちは捕獲して、こっちは逃がすみたいなことをして、絶対に市場が枯れないようにしてるんですよ。で、シマウマにしてみたら、草を食べないといけないと思うんですけども、これがですね、ちょっと忘れましたけど、200万平米だからの草原が必要だっていうふうに言われてるんですよ。すごいですね。200頭のシマウマを生かすために、200万平米だったか忘れましたけど、広大な土地が必要なんですよ。このちょっと200万平米に関してはちょっと数字が不明確なんで、そこは怒らないでくださいね。わかりませんけど。そのぐらいの牧草地が必要で、200頭のシマウマを1年間食わしてるってことなんですよ。で、200頭のシマウマが1頭のライオンを食わしてるって、この食物連鎖の図があるんですよね。じゃあ、ライオンが、美味しいものがいっぱいある、シマウマがいっぱいいるからってんで、全部取ってしまったら、結局はライオンも生きていけなくなってしまうんですよ。で、ライオンが生きていけなくなって、シマウマもライオンも死んでしまうと。その死骸の養分を吸って草原がバーンと広がっていって、まあ草原が独り勝ちするみたいなね、形になりますけども、背取りとか転売っていうのはそれにすごく似てて、お、辻本さん初めてですか？あ、こんにちは。嬉しいですね。初めてどんどん来てくださいね。で、私は世の中は全て転売でできてますんで、その事実っていうのは変えなくていいと思うんですよ。変わらないと思いますね。ただ、それにあぐらをかいて、だから転売は別に悪くないんだっていう態度でやってしまえば、それは行動は良くても表現が悪いということになってしまって、結局は規制の中にね、押し込められてしまうことになりますから、でも転売をする方とか仕入れを実店舗でされる方、ネットの仕入れはまだね、全然いいんですけども、実店舗で仕入れる方って家族連れが来てたりね、本当に何もわかんない小学生とか中学生が来てるわけですよ。で、漫画大好きみたいな少年少女たちが買いに来たら、その漫画のですね、背取りの方がボン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 カゴに詰めて持ってってしまったら、なんで大人って汚ねえなってことになってしまうと。印象の問題なんですよ。人は感情の生き物ですから、事実以上に印象が大事なんですよね。どう思われるかが大事、どう表現していくかが大事なんですよ。で、そうなってくると、上手な転売セドラーさんって何やってるかって言ったら、ちょっと今やってないかもしれませんけど、私がね、古本の背取りやってた時っていうのは、上手にやってる人って、自分の奥さんを、そのブックオフの、なんかね、パートに入れてるんですよ。で、パートに入れて、そこで本の仕分けをするときに、社員価格でドカッと仕入れてきて、店頭に並ばないんですよね。そういうことをすると、悪い印象っていうのは少なくとも顧客には映らないんですよね。で、その人も、いっぱい取りすぎると、店のバランスが悪くなるから、遜色ないやつで、そこそこ利益が取れるやつをちゃんと計算して抜いているというね、上手にやってるんですよ。だから店舗のディスプレイにも傷がつけないように、社員割引で買うんで、一番人気は買わないとかね。マイナーなやつの中で利益が取れるやつとかを探していくと。だから1年間並べといて、何セット売れるかなみたいなやつをそこそこっと取っていくみたいなことしてましたけどね。だからそういう風な、やっぱ賢さで、しかもなんかね、こっそりバレないようにやるっていう方法なのかなと思いますよね。そうするとその方は、今やってるかどうかわからないです。付き合いがないんで。きっとその同じ方法で別のところもゲームとかね、他の、なんですかね、家電とかもやるんではないかな。例えば、家電量販店にパートに入って、そこで明日からの割引商品っていうのはね、
朝礼でやるわけですよ。なんかそのカレンダーがありますから、社内カレンダーが、商品これこれこれが2万円引きで 35% 引きで並べますねって言ったら、ちゃんとその情報を活用して、それはモラル的にいいのかなっていうところはありますよ。ありますけども、あの客観的に見たらそういうことをやってることっていうのは誰にもわからないんですよね。で、私はまあいろいろ込みで転売はやりませんけども、転売どころかアフィリエイトもねやめてしまったんで、そういっていわゆるビジネスっていうのは私は一切やりませんけども、あの振り返ってみると、うん、プロのレベルまでやった私から見ると、うん、あのやっぱりプロのレベルまでできてない方が市場を壊していって悪い印象を作って、結局プロの方もやりづらくなって全員でやめていくってことになるんじゃないかなって気がしますよね。さあ皆さんどうお感じになったですかね。転売せどりに関してはなかなかねお話しする機会がなかったんですけども、今回こういう形でライブ放送させていただきました。もちろんですね、世の中が転売でほとんど成り立っていると。私は投資をやってますけども、あの証券っていうのも転売ですからね。 FX っていうのもドルと円の転売ですから、だから転売を大いに私はやってるわけですよ。そういう意味ではお金とかお金に準ずるデリバティブの転売をむちゃくちゃしてますから。でビットコインだって転売してますからね。そういう意味で言ったら私は堂々と転売をやってますけども、ただあの印象が悪く見える転売っていうのはまあ今もうやってないかなって。印象が悪く見えるのはどうかっていうと、一般店舗でやる転売っていうのは私は上手にできなかったので、そこからは退場しましたということですよね。それでは皆さんも良い転売ライフを送ってください。それでは失礼します。